こんにちは、FVOTV です。今日はちょっと、ん、えっと、モンストノの幕のへの2倍なんで、と、モンストの画面からちょっと話させてもらいますが、そこら辺はご了承ください。<laughs> えっと、えっと、さっきまで、えっと、シャオ、シャ,シャオミの動画見に行ったんですよ。えっと、シャオミミーテンの。約7万超えますが、やや、やっぱり、 皆さん買った方がいいと思いますよ。うん。iPhone 買うんだったら x、x h a o m i Mi、Shaomi の Mii10 を買った方が <laughs>、コスパもいいし、最強だし。本当に、x i a o m i さんは本当に、すごいと思います。って言っても、僕、x i a o m i かさわ、触ったことないので、多分次回、 のスマホはやっぱりシャオミさんにしようかなって思っています。やっぱり人それぞれ好きなスマホとかあると思いますが、やっぱりそういうコスパで選ぶなら、やっぱり高いスマホってなってくると思いますが、iPhone とか Galaxy。普通にそれ10万円超えますよね。もう、それでも、 iPhone Galaxy を超えるコスパ、シャオミミーテンシリーズ。なんですね、今回のは。なので、その3万円が浮くんですよ。3万円浮くとしたら、この、今、UBG A5 Pro で撮ってるんですが、それを2台買えるっていう計算になるんですね。なので、やっぱり、スマホは2年間使うもの、 では、と思いますが、2年間使うなら iPhone 10万円を買うか、Xiaomi Mi ンシリーズを買う。で、それで7万円。その3万円で生活が楽になるかもしれない。っていうのを考えますと、 やっぱり、シャオミさんの方がすごいなって僕、改めて感じています。なので、シャオミさんは本当にすごいんで、まあ皆さんぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。まあ、僕触ったことないので、まあ偉そうなこと言えませんが、いや,やっぱり人それぞれスマホは、 何でもいい、本当に、モンストとかできればいいって思うかもしれませんが。まあ、それなら、ファ、ファーウェイ P13 とか、そこら辺でいいかと思いますが、本当にもっとハイスペックの荒野コードとかしたいなら、だけど10万円は無理。 だけど、な、7万円くらいだったらなんとかなるっていう人には、シャオミミーテン、シャオミミーテンプロをやっぱりおすすめします。やっぱり、そっちの方が、高性能ですし、高性能なので、や,やっぱり、そこは、3万円で、3万円で、シャオミミ i テンよりちょっと下の、もう、 世界第2位のスペックを買うか。10万円で。で、7万円で世界最高のスペックを、スペックのスマホを買うか。僕だったら mini 店、シャオミミニテンを買うと思います。なので、まあそこら辺はやっぱり皆さんの考え方だと思いますが、 僕的には、シャオミーテ0を買った方がいいんじゃないかなと思います。2.0 Pro は、あと、カメラが、あれ、いいんですが、ちょっと高いですね。高いというか、うん。まあ、シャオミー、シャオミのスマホと比べれば、今回の高いんですよ、今回の比率は。なので、まあ、ですが、本当にもうカメラとかしか,か変わんないんですよ、ほぼ。 なの,なので、ミーテンかミーテンプロどっちか買うっていうことになれば多分僕ならミーテンを買うと思います。プロでもいいんですがちょ、ちょっと高くなるんですよね。値段の方が。なので、まあそこら辺はきちんと皆さんは決めてもらいたいかなって思います。ではでは今回はこんなもので。本日もご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンを、を お願いしますそれではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね